はい、おはようございます、クワでございます。本日はですね、ラオス最終日、基本的にもう移動日で日本に帰るのみという感じになってるんですが、まだね、何も終わってなくて、片付けても全然何もしてない状態なので、本当にね、何もしておらずでございます。で、一応12時がチェックアウトで、13時にもう一回ホテルに戻ってきて、そこからトゥクトゥクでね、空港までを送ってくれるっていう話だったので、まあその1時間でサクッとね、お昼ご飯みたいなのを食べて、それで、まあ、空港に向かうという予定にしたいと思っております。お土産屋さんが何もどこにもマジで何にもなかったんで、ビエンチェンの乗り継ぎの空港で買えたらいいなとは思ってるんですけど、正直ね、どうするってぐらいお土産がありません。会社の皆さんすいませんっていう感じなので、今日は本当にゆっくりの動画なんですけど、まあ最終日ということでラオスを感じつつゆっくりやっていきたいと思います。ちなみにですね、5万円分ぐらい両替したんですけども、こんぐらい使わなくって、正直これ3万円分ぐらいあるんですよ。ちょっとこれもね、ビエンチェンの空港で US ドルに両替してですね、帰りたいと思います。本当にね、3万円あれば5泊ぐらいはですね、3万円あれば余裕な感じになってると思います。では早速ですね、片付けを、していきたいと思います。ではラオス5日目行ってみましょう。というわけでですね、片付けをしていくんですけども、今回ちょっともう荷物少ないんですよ。なんでもう本当にね、バシバシ詰め込んじゃえば終わるんで、サクッとね、やっていきたいと思います。多分片付けのね、基本として汚い服も全部きれいに畳むと、まあ、今回はすごいバッグに余裕があるんですけど、余裕ない時は本当にね、綺麗に畳むとすごい入りますんで、当たり前のことですが心がけております。はい、というわけで12時前でございます。チェックアウトのタイムがね、12時っていうふうに言われたので、それまでにチェックアウトはするんですけど、やっと荷物がまとまりました。これからね、多分夜まで何も食べないのは結構しんどいと思うので、お昼ご飯だけ食べて、1時に、またこのホテルに戻ってきて、荷物をピックアップしてトゥクトゥクで空港まで行くという流れになるかと思います。チェックアウトを先に、しちゃいたいと思います。というわけでですね、ラオスは、本日も晴れ、気温はだいたい32度ぐらいでございます。かなり暑いです。夏日って感じですね。今からまあちょっとご飯をね、食べに行って戻ってきて、飛行機の方にね、向かいたいと思います。この日差し、日本じゃない感じがしますけども、なんかでも湿気もね、わりかし日本と湿気の感じは似てて、あんまり今日は湿度はあんまりないんですけど、湿度ある時はすごいあって、すごいムシムシしてるような印象ですけど、日本人もわりかし住みやすいんじゃないかな。食べ物もね、中華系なんで和食じゃないけど、日本人の好みの味にすごい近いです。では、早速ですね、今日のお昼ご飯、何回言うんだって感じですけど、バンブーラウンジっていうところに行きたいと思ってます。はい、というわけでここでございますね。ピザとかいろいろあるみたいです。というわけで、外の席に来ました。結構飲み物もいっぱいありますね。結局僕はスプライトなんですけど、サンドイッチ、スナック、サラダ、スープ、リゾット、パスタがいいですかね。大体ね、これカルボナーラ頼むと失敗するんですよ。というわけでスプライトでございます。これがうまいんです。スプライトはね、基本どこの国で飲んでも美味しいんですけど、ボリビアで飲んだ時だけ美味しくないと感じました。ボリビアのね、砂糖はね、あまり美味しくないみたいですね。逆にメキシコとかアルゼンチンとかは結構美味しかった印象があります。おばさんたちが押し売りに来て、食事をしてるタイミングとかでもね、押し売りに来て民芸品買ってくれってすげえ言われます。というわけでこれが、チキンカルボナーラ。普通に家感がある。はい、それでは早速チキンカルボナーラをいただきます。
ただきたいと思います。あんまり美味しそうじゃない予感が。いただきます。うん、あんま美味しくねえわ。全体的にパサパサしてるのと、味がちゃんと絡んでないパスタに椎茸も入ってますね。というわけでですね、ご飯は食べ終わりました。控えめに言って美味しくなかったです。仕方ないでしょう。まあね、ちょっと今太陽が雲で隠れてるんで、なんか日陰になってめちょうどいいぐらいなんですけど、日差してる時マジで暑い。とりあえずホテルにね、向かいたいと思います。はい、ホテルにね、戻るともうすぐにこの待ち合いのところでもうチャットが待っておりました。空港の方に向かっていきたいと思います。人生2度目のトゥクトゥクでございます。はい、というわけでですね、空港に着きました。到着の時に見た通り小さい空港で、全然座る場所もないです。チェックインがね、1時半からって言われたので、今してきたんですけども、次はですね、ここでパスポートのチェックを行ってるみたいです。何なんだよくわかんないですよ。制限エリア内に入ってきまいりました。もうここだけですね。外で待つこともできたんですけど、外すごい暑かったんで、もう入っちゃおうと思って入りました。そしたらね、エアコン効いてて正解でございます。トイレもあり、特に不自由することはなさそうです。まあ、ここでちょっと1時間から1時間半ぐらい待ちたいと思います。けどですね、搭乗時刻になったんですけども、まだ飛行機が来ております。なんかみんな余裕の表情してるんで、多分大丈夫なんだと思うんですけど、なんかね、当たり前なんですかね、この感じが。誰一人慌ててないです。多分なんですけど、この QV601 っていうのに乗るんですけど、フライトレーダーで見ると多分2時33分に出発してるんで、20分ぐらい遅れて出発してるんで、到着も20分ぐらい遅れるのかなと思っております。まあ、ちょっと気長に待ちましょう。3時5分に搭乗予定だった飛行機がやっと、到着いたしました。ここからね、乗客を降ろして荷物積み込んで乗るみたいな形になると思います。というわけで、やっと飛行機に乗れそうです。恒例のね、歩いて乗るスタイルでございます。なんで狭いのはしょうがないですね。ラオスの首都ビエンチェンの空港に戻ってまいりました。ここからもう空港から出ることはなくて、荷物を受け取って、その荷物をチェックインして、ベトナム航空で、まずはハノイの方に向かいます。でハノイで乗り継いで、日本の成田という流れになります。荷物も受け取り、インターナショナルのターミナルの方に向かいます。チェックインロビーって書いてありますけど、まずお土産買いたいんでね、先にお土産を買って荷造りをしちゃいたいと思います。お土産屋さんがない、キオスクみたいなのがありますね。唯一のお土産店みたいですね、空港内。グッドチェックインをしました。ラウンジが使えるみたいなので、せっかくなんでね、使ってみたいと思います。とりあえず先に両替だけして、 US ドルに戻したいと思います。両替のところで US ダラに変えられなかったんで、このね、フォンなんとかって書いてあるところで両替してもらってます。なんかなんだかんだレートいいような気がするし。今からですね、制限エリア内に入っていって、ロビーというかもう入れたらなと思っております。あ、ラウンジっぽいですね。ラウンジないです。というわけでラウンジに潜入しました。まあ、結構食べ物あったんですけど、ヌードルとケーキです。他にもサンドイッチとかあったんですけどね、結構
お腹減ってるんで。結構匂い辛そう。美味しいですね。ちょっとスパイシーですけど、なかなかイケイケのヌードでございます。1時間くらいですかね。飛行機まで待ちたいと思います。ないけど広いですね。というわけでですね、スカイプライオリティで、ラウンジが使えるみたいでしたので入ってみました。はい、別にあんまりお腹は減ってないんですけども、せっかくなんでちょっとチャーハンみたいなのとスプライトを取ってきました。味はですね、マヨネーズで炒めたチャーハンって感じです。0時20分のベトナムエアライン東京成田に、乗る予定でございます。ラウンジを満喫してきました。とかなり3時間くらいあったのでラウンジがあってよかったでございます。今からね、ゲート向かいます。教えてくれてるわけです。めっちゃ迷惑やったね。めっちゃうまい。誰一人慌ててないです。